今日は漫画、姉のお腹を膨らませるのは僕、から。漫画のタイトルが長いな。鳥のすっぱ煮に挑戦だ。漫画では骨付きもも肉だったが、お弁当に入れやすいように胸肉に変更したぞ。手羽先入れてたくせに何を言ってるんだ。お酢に続いて醤油も 100ml、ギリギリ足りたみたいだな。最後のは全然足りてない。まあ、みりんならコンビニでなんとかなるだろう。調味料の残りいつも把握してないね。前日にお嫁さんが使っていたりとかが原因かもしれないが、一番の問題は、まあ、なんとかなるだろう、って思っているおっさんの油断だな。自分の人生を振り返るんだおっさん。なんとかなってないよね。それが全ての答えだぞ。視聴者さんの助言のおかげでゆで卵も、こんなに綺麗に剥けるようになりました。これが助言を素直に受け入れた結果である。まあ、その通りだな。最後にゆで卵を加えて落とし蓋をしてさらに煮込んだら出来上がりだ。蓋っていうか皿じゃん。漫画では可愛い豚の落とし蓋だったんだけどな。それじゃ、お弁当の中身の紹介をするよ。お願いします。右下からバター醤油コーン、イカ天、冷凍、ちくわの磯辺揚げ、冷凍、プチトマト、酸っぱゆで卵、鶏の酸っぱ煮とチンゲン菜、上の段、ほうれん草のごま和え、日の丸の横に高菜。さあ、今日の感想どんとこい？今日はお嫁さんで、美味しかったと言ってくれ。朝作ったのによく味が染みてたネット追加の言葉ももらったぞ。よーし、それじゃあ、ビクトリー。今日はいつもよりたくさん寝た気がする朝は、やっぱりたくさん寝ていることが多いですね。寝坊か？寝坊したのか？今日作るのは、姉のお腹を膨らませるのは僕、から、とろろ焼きに挑戦。明日にしろよ、なんで寝坊した今日やるんだ。人は最悪の状態の時、最悪の決断をする。マーフィーの法則、とろろ芋をおろして、いよいよ調理開始。そのままご飯にかけても良さそうだな。味付けは簡単でめんつゆと卵を入れて、かき混ぜるだけ。簡単だ。これなら短い時間でもいけそうだ。てかフライパンが透き通ってる。おっさんがもらってきたのよ。友人宅でいらなくなったみたいで、ザクと南部鉄のお鍋をもらってきました。もらったものだけ聞くと、人のうちのゴミを漁ってきたように聞こえる。しかし、山芋が緩いな。漫画にあったようにハンバーグの要領でいけるのか。ダメだったみたいね。これ、自然薯じゃないとできないような気がする。ここでおっさんがひらめきました。とりあえず完成画面に行っていい。どうぞ。気を取り直してお弁当の中身へ。それじゃ、右下からとろろ焼きを目指したもの、カットトマト、巾着卵、ピーマンと塩昆布の炒め、唐揚げ、冷凍、千切りキャベツ、上の段、大学芋、冷凍、ご飯の上に海苔玉。感想はもらえたかな？感想はお嫁さん。たこ焼きみたいなのが美味しかったんだって。すっきりしない気持ちだが、まあ、よかったな。本日はこの動画で鬼門のパンに挑戦。みんな大好き薬味の妖精っす。薬味くんなんだかぼやけて見えますある。僕のデータはハイビジョンについていけなかったみたいっす。あいやいや、それは困りましたあるです。大丈夫っす。納得できないっすけど、料理の話しましょう。今回のパンはカレーパンにする予定あるです。いつもお風呂で発酵している自作パンっすね。今日はレンジで発酵するみたいですある。なんで今更レンジを使うんすか？レンジで40度の低温の設定ができることを、最近知ったみたいですある。さっきのレンジって10年以上家にあるやつっすよね。調理器具を把握してない。困ったものですある。まあ、昨日を知ったとしても明日にはきっと忘れてるっすよ。おお、生地が今までにない膨らみですある。そういえば最初に言っていた鬼門ってなんすか？その人にとって苦手なことを、鬼門、と表現しますある。おっさんには鬼門しかないっすね。あ、今、3倍速でお届けしてます。包み方はピロ式形式でいくみたいですある。お店で見かけるカレーパンとはかなり違いますね。最後は柴犬色になれば出来上がりですある。しかし、でっかいっすねー。かなりフラットなカレーパンっすね。望みは味だけでしょうかある。それじゃ感想を紹介。今日は息子さんの感想で、食べにくかったけど、美味しかったとのことっす。やりましたある。それでは、せーの、ビクトリー。
今週のしりしりの様子を見てみましょう。前回は確か、シーチキンを入れたんだったな。今回はコーンビーフ。沖縄は島だから、他の地方より缶詰なんかの保存食がよく使われるのかな。それはあるかもね。ちなみに本場である、外国では日本で一般的な、細切りじゃなくてブロックタイプが多いらしいわよ。それは知らなかった。ちなみに4月6日はコーンビーフの日です。それは知らなくてもよかったかな。いつもの卵の殻を救う映像からスタート。厚焼き卵か。今週は視聴者さんから助言のかき混ぜの技を加えて、出来上がるまでを完全ノーカットでお送り。よかった、8倍速か。確かにぐるぐるかき混ぜてるな。そしてしばらく置いて焼き面をしっかり焼いて安定させます。これで、火が通ってないパターンは回避されるな。リカバリーが無理だと判断して、速やかに入り卵へシフトチェンジ。厚焼き卵。私は一度も厚焼き卵とは言ってないわよ。気分転換に、お弁当の中身紹介します。どうぞ。右下から、いり卵、ほうれん草のソテー、冷凍、プチトマト、人参しりしり、ソーセージ、レタス、上の段、サンマのかば焼き、缶詰、おにぎり3つ、お弁当の外にくるみゆべし。ゆべし。今日の感想は娘さん、ソーセージが美味しかったんだって。そっかさあ、今週も張り切っておまけコーナー、よろしくなんだぜ。それじゃ、最初のコメントは豊宛て。任せなさい、弟が結婚したよ。豊ちゃん祝福をお願いします。おや、自分が幸せになる、の様子が、おめでとう、自分が幸せになる、は、二人で幸せになる、に進化した。おう、ゲームの途中だからまたねー。次はロンロン宛て。ありがとうございます。彼氏に振られたよ。ロンロン励ましてー。なるほど。大丈夫です。きっと出発の日あるです。将来幸せになるための新しい出発ですある。うん、ありがとうなんだぜ。それでは、失礼します。残りはおっさん宛てね。じゃあ、たまには俺が質問を読むぜ。俺マリサナをすって言ってたのに。万能包丁だけじゃあかんよ。麺切り包丁もあります。動画見てたら、旦那が厚焼き卵の人、料理上手くなった。って心配してました。大丈夫、心配しないでとお伝えください。おっさん痩せた。定期的に来る質問ね。痩せたかと聞かれれば、痩せた気がします。おっさん超会議出演したんだし、おっさん宛ての質問は肉声応答でも良いんじゃない？自分の声って聞いてて恥ずかしい、ご勘弁ください。恥ずかしいのは声だけじゃないしね、就活辛いよおっさん。学生と社会人の節目だから大変ですよね。ジャバーン。あばよ涙。毎週コンロ掃除するおっさんすごい。やらないとキッチンで菌になるので。そして最後にイラスト紹介。今週ももらったのか。こんな動画に本当にありがとうなんだぜ。チロルイさん、ヒデゴンスさんはじめまして、突然のリプ失礼いたします。ニケほどにそこからずっと祝させていただいております。いついたニキナトヨちゃんとフライパン貸せていただきました。これからもしております。元気なトヨをいただきました。髪のハートと星が可愛いな。最近全部見たってことは、おっさんよりこの動画に詳しいんだろうな。でしょうね。長くなりましたが、ここまでのご視聴そしてコメント、マイリスありがとうございます。毎週にもかかわらツイート、タグ、商品登録、スレマにも感謝なんだぜ。それじゃ、皆さん。いってらっしゃーい。だぜ。お嫁さんのふわふわ厚焼き卵を食べて、ふわふわ厚焼き卵の存在を知ってしまった娘さん。この緊急事態に対応すべく、急遽、ふわふわ厚焼き卵の練習を開始。どうして、世の中の女性はクリーミーやふわふわの食感を喜ぶのだろう。気にしないようにしていた。どうでもいい過去の疑問まで思い出し心が乱されるおっさん。果たして来週、お弁当は、ふわふわ厚焼き卵は無事作られるのだろうか。次回、ふわふわ厚焼き卵とかどうでもいい。お楽しみに。